はい、こんにちは、PSN 総太です。じゃあ今回は1万人達成ということで、3個くらい前にプレゼント企画やったんですけど、その企画の当選者の発表と1万人達成ということで、インスタでいろんな質問募集したんで、その質問に答えていきたいなって思います。その質問はいっぱいたくさんの質問をいただいたんですけど、その中からサッカー系の質問10個とプライベートの質問10個を厳選したんで、それを答えていこうかなって思います。で、それ答えたら1万人達成記念のプレゼント企画の当選者を発表しようかなって思います。はい、じゃあということで、まず早速質問のコーナーからスタート。はい、じゃあまずサッカー系の質問10個から。サッカー以外のスポーツ経験は何かありますか？またサッカーにも役立つであろうスポーツは？空手、体操、水泳、ダンスなど他にもいろいろやってました。はい、で、まあ、やっといたらよかったなって思うのは柔道です。サイド以外できますか？サイド以外のできるポジションはゴールキーパーと右サイドハーフなら大体できると思います。相手との1対1の時意識することは何ですか？絶対に負けない気持ち。ユース時代とかのきつかった練習とか面白事件の話とか聞きたいです。ユース時代のきつかった話は、僕トップチームっていうところ参加したんですけど、それが朝7時から9時まで練習で、昼学校行って、その後夜ユースの練習、9時から7時から9時まで練習して、まあ、帰ってくるのが11時で、そこからご飯とか食べて寝るのが12時くらいだったんで、まあ、それがほぼサッカーの生活で、楽しかったっちゃ楽しかったんですけど、睡眠時間とかそういうのが短かったんで、まあ、それはきつかったですかね。はい、高校1年生なんですけど、フィジカルトレーニングは何をすればいいですか？僕がおすすめするのはこうやって体、まあ、若い時にやってたいなって思うのは体幹なんですけど、こうやって止まってやる体幹よりはこうバランス、こうやって動かしながらバランスも一緒に鍛えれるような体幹がいいと思います。好きなサッカースパイクのメーカー？ナイキしか勝たん。どうすれば足技が上手くなりますか？ロナウジーニョを見ましょう。サッカーの試合中考えていることは何ですか？お腹すいたな。好きな選手は誰ですか？メッシ、アザール。同じことをずっと続けられる理由は何ですか？昨日の自分に勝つ。はい、じゃあここからはプライベートの質問に答えていこうかなって思います。座右の銘。座右の銘って生み出すもんじゃなくて勝手に生まれてくるもんやと思うんですけど、まあやっぱそれって成功とかしないと生まれてくるもんじゃないと思うんで、まだ僕は生まれてな。 YouTuber で誰とコラボしたいですか？コラボ、 YouTube のコラボは今後していきたいですね。僕がもう来年になったら海外行くんで、それまでにいろんな人とコラボしていきたいなって思います。 YouTube のコラボについては、まあサッカー系、まあ、ほんまにとりあえずいろんな範囲でやりたくて、まあサッカー系の人ともやりたいし、筋トレ系とかもう自分のプラス成長になる人とはもう全員とコラボして自分の成長につなげたり、その人のいろんな考え方とかを吸収して自分の成長につなげれたらなって思います。日々のスケジュール。週8サッカー。顔タイプです。あぜーす。夢は何ですか？日本のサッカー界を変える。ズバリ 1500m ベストは？ 1500m ベストはあんまタイムわからないんですけど、シャトルランとか学年1位で、駅伝とか出たら区間賞は絶対取っていました。彼女いますか？彼女って何？これこれ、おいしいな。お胸はでかい方がいいですか？ A カップ以上 K カップ以下募集してます。全部やないかい。一発芸お願いします。一発芸お願いします。ガチ、いきます。ワンツー。はい、じゃあちょっとここからはプレゼント企画の選手発表していきたいなと思います。で、まあ、たくさんの応募をいただきありがとうございました。これまた同じ話になるんですけど、このプレゼント企画なんでやろうかって思ったかって言ったら、まあ、YouTube の収益とかってこうやって見てくれる人がいるから生まれるわけで、まあ、それをこういう形で還元できたらいいなって思って、だから今後もこういう絶対プレゼント企画をやるつもりやし、プレゼント企画なんですけど、まあ、これやらせやろとか友達送るやろとか、僕ほんまにそういうこと絶対しなくて、まずできないんで、そういうこと絶対嘘つくとかっていうことがもうほんまに無理で、まあ、そういうことは絶対しないんで、やらせとかなしで本当にプレゼント企画ってことでやっていきたいと思います。まあ、このプレゼント企画を応募いただいたのが487件、その中でまあ3つのアカウント、 SNS アカウントフォローしてくれた方とか、まあ、分かりにくい方とかもまあ全部含めてこのノートに全部書いたんで、この中からほんまに完全ランダムで選んでいこうと思います。僕自身選ぶってなったら、やっぱいろんなメッセージとかそういうの来てほんまに選べないなって思ったんで、まあ、僕の今一緒に住んでいる野球くんにこの中から選んでもらえたらなって思います。はい、じゃあとりあえず今野球くんがリビングにいるんで、ちょっとこれを渡してこんなんから選んでもらいたいなって思います。はい、じゃあちょっとリビング。
くん探していきたいと思います。はい、じゃあ次は荒井響くんここに出していい？はい、うん、えい、失敗した。はい、じゃあ早速こんなんからプレゼント企画の当選した荒井響くん探していこうかなって思います。いや、おら待って、あ、おった、これや、見つけました、この子です。当たった荒井響くん、おめでとうございます。はい、じゃあ早速こんな感じでちょっと動画で送っていこうかなって思います。はい、荒井響くんプレゼント企画当選しました、おめでとうございます。ということで3万円以下の欲しいものとその住所とか送り先送ってくれたらそこに送るんでよろしくお願いします。はい、チャオー。はい、じゃあこんな感じでちょっとできたんで早速送っていこうと思います。はい、じゃあこの動画はちょっとせっかくなんでこの動画が YouTube にアップされたタイミングで送ろうかなって思うんでサプライズで、でもこの動画見てくれないと気づいてないかもしれないですってことでね、これ多分ほんまに完全にやらせなしなんで、多分野球くんに聞いてもらったら分かると思うんですけど、ほんまに完全にやらせなしやろ。やらせでした。やらせでしたね。ずっとこうやって書いて一人一人で、ほんまにそうやって書いてやらせなしなんで、でまたね今後もこういうプレゼント企画とかもうじゃんじゃんやるんで、 SNS 今回当たらなかった方とかもぜひ外さずにそのままフォローしてもらえたらなって思います。でまあ今後はねもっともっと大きいプレゼント企画で、まあ、当選者の数とかももっと増やせていけたらなって思うんで、まあ、その辺も期待していてください。じゃあね、とりあえず今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。でまたこの当選した後のそのスパイク買ったりプレゼント送るとことかもこの動画にしてちゃんとやらすじゃないよっていう風にちゃんと見せていけたらなって思うんでまたそういう送るとことかもちゃんと動画にしていけたらなって思います。はい、じゃあそれでは次また会いましょう。チャオーチャオー。編集終わった。YouTuber 金持ってんな。アホが全財産やプレゼント企画俺は全財産。けどやっぱね、こうやって登録者と